メンタルエステスクール代表の斉藤幸男です。今日11月27日金曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージはこちらです。さあ、こちらは必然必要というカードです。必然必要、いろんなこと、いいことも悪いこともあなたの人生に必要だから起きてるという考え方があります。それはどうしてって、未来のあなたに必要な経験だから。だからこそクリアできないものはないんです。クリアできるものしか目の前には現れないと言われてます。それをクリアすること、それはあなたの人生にとって必然だから、未来に必ず役に立つことだからなのです。今日のワンポイントメッセージは必然必要でした。それではまた。